それでは線形代数1の第10回の授業を始めたいと思います。前回のまとめです。前回は行列式の定義と展開について説明をしました。そしてその行列式の性質についていろいろと紹介をしてきました。で、今回はその行列式の発展としまして、その行列式を使ったいろいろな事柄について紹介をしたいと思います。例えば固有多項式、それから固有値固有ベクトル、あとクラメールの公式といった計算方法についても紹介していきたいと思います。ではまず行列式の発展ということで、教科書は第4章101ページからです。まず第 4.1 節で多項式について確認をしておきたいと思います。まず多項式ですけれども、皆さんこれまで多項式は使ってきたと思うんですが、一応ここで確認しておきたいと思います。A0 から AN を対 K の元としまして、 N は0以上で有限な数とします。 A0 は0でない数とします。でこの時にこの A0 を XN 乗から AN-1X プラス AN といったこの和の形で表す式のですね、これは変数 X の一変数多項式と呼びます。でここで多項式を FX と書きましたけれども、この N を FX の次数と呼びます。それから、資料では AN と書いてしまいましたが、ここは正しくは A0 で、この A0 を FX の主係数と呼びます。でこの多項式にはですね、和や差や積、それからスカラー倍が定義されるということですね。と教科書の102ページにありますので確認しておいてください。でいくつか注意点を述べておきますと、まず単項式は多項式です。多分高校の教科書でも単項式という言葉は出てきていると思いますが、定数ゼロも含めて1個以上の項を持てば多項式と呼びますので、まず呼び方に注意してください。2つ目なんですが、多項式と方程式というのは異なります。多分あまりこれまで意識している人は少ないかと思うんですけれども、方程式というのは2個以上の式を等号で結んでそれらの関係を表した式のことを言います。ので多項式とは異なりますので注意してください。それから多項式のみからなる方程式を、代数方程式とも言います。であとその代数方程式ですね、この fx イコール0の解とかコンっていう言葉と、それから多項式のコンまたは0点という言葉がありまして、方程式と多項式ではそのコンとか解とか0点という言葉の使い方がちょっと異なりますので気をつけてください。方程式の解またはコンというのは方程式を満たす x の値ですね。この fx イコール0という方程式であれば、解とまたはコンというのは方程式を満たす x の値を言います。これに対して多項式 fx のコンまたは0点というのは、この fx を0にするような x の値もしくは点のことを言います。そういったちょっとしたニュアンスの違いがありますので、この一応言葉の使い方に気をつけてください。それでは教科書セクション 4.2 の固有多項式に進みます。教科書102ページの下の方から始まっています。でまずここでは多項式と行列を混ぜたような演算を扱いますので、それをちょっと慣れておきたいと思います。ポイントなんですけど3つあります。1つ目は多項式も行列の成分として扱うということです。ですのでその、行列の加法だったり乗法だったり、あとは行列の多項式倍や行列式の計算なども当てはまります。2つ目は多項式を成分とする行列と、それから行列を係数とする多項式というのは行ったり来たりするんですね。一つのものを表すのに。ですので、一つのものを行列で表したり多項式で表したりするという点に注意しておきます。三つ目は、多項式の変数に行列を代入することによって、新たな行列が得られるという点です。以下、何点かですね、例題を出しながら紹介していきたいと思います。まず教科書102ページの例題 4.1 なんですけれども、これは多項式を行列の成分として扱った例です。で例えばこういう2個の成分は多項式であるような行列があったとして、その積っていうのを計算すると、この積は
あの各成分 の, あの積の和なわけですね。でそれはあの多項式の積の和というふうにして扱うことになります。でそれからあのこういった多項式を成分とするあの行列の行列式を計算しますと、まあ、それは多項式になるというわけです。で次に、例題の 4.2、教科書の104ページですけれども、これはあの多項式を成分とする行列をあの行列を成分係数とする多項式として扱った例です。BX として、まあ、このような行列を考えます。これはあの各成分が多項式で表されています。でこの各成分なんですけれども、次のような和に分けます。X2 乗の項だけを成分に持つ行列と、X だけを成分に持つ行列、そして1だけを成分に持つ行列というふうにこうあの和に分けます。そうしますと、この X、この各行列では、例えばここでは X2 乗はスカラーのように扱うことができますので、行列の外に出すわけですね。まあ、X についてもそうですし、定数、この定数の行列に関しても同じような形です。でこうしてみますと、実は、これがですね、その行列、2行2列の行列を係数とするような多項式になっていることがわかります。まあ、このように、一つの行列をですね、このような形の多項式で表すこともありますので、押さえておいてください。で、三つ目の例ですけれども、これは多項式の変数に行列を代入した例の定義です。A を N 次の正方行列として、FX を多項式とします。で、まあ、A0 は0でないとして、FX がこのような多項式で表されているものとします。で、この時、この X、変数 X のところにですね、形式的に行列 A を代入して、こういう行列ですね。これは、あの行列のべき乗のと、あのスカラ倍の和なんですけれども、これをですね、その FX の X に多項式 A を代入した行列というふうに表します。あと、注意点としては、この定数項の扱いなんですけれども、定数項は、これ行列にしたときには単位行列をかけることになりますので注意してください。で、これはその多項式の変数に行列を代入したときの場合の例題ということで、教科書です。105ページの例題 4.3 です。FX をこのような3次の多項式、それから A を2次正方行列とします。で、このときにこの FA というのは、多項式にあたかもその行列を代入して計算するような形で、まあ、こういう行列として表されます。それから教科書の105ページにですね、GF4.1 という項目がありますけれども、これは FX と GX と HX を多項式としまして、この HX が FX と GX の積で表されているものとします。で今これ、係数は可換ですので、GX×FX とも表すことができるわけです。そして A を、正方行列とします。で、この時に、この HX に、の X に A を代入した行列、HA ですね。これは FA×GA、あるいは GA×FA と表すことができます。で、ここで、見てわかるように、FA と GA はひっくり返しても等しいですので、FA と GA は可換であると言いますので、注意してください。